シグマは三菱自動車工業がかつて生産、販売していた大型高級セダンである。先に発表され、好評を受けたディアマンテから遅れること5ヶ月、同じプラットフォームを使いディアマンテより、室内長で 30mm ほど高い余裕を持った車として、先代のギャランから独立し発売された大型セダンである。前期型は、角目4頭ヘッドライト、 独立したグリルを採用し、ディアマンテとの差別化を図っていたが、後期型では、ディアマンテと同じフロントマスクに変更された。ディアマンテと同等の仕様が存在し 4WD 車には、フルタイム 4WD、4WS、4ABS、4輪独立喧嘩から構成される、アクティブ4システムを、2WD 車には、トラクションコントロールシステムに加え、アクティブ ECS、 4WS、4ABS、4EAS から構成されるアクティブツーシステムを搭載し確かな走りを実現しました。さらにドライバーに合わせてシートやステアリングなど様々なポジションが自動調整される世界初の三菱インテリジェントコックピットシステムが搭載された。初代ディアマンテとほとんど同じデザインで見分けがあまりつかないなど日本国内ではあまりにも 存在感が希薄で、警察への配備が多かったモデルである。パトカー仕様は軽営ラヨとしては、初めて v 6 2に5リットルエンジンを搭載して、日本全国で配備された。ちなみに、末期モデルは、ブーメランタイプの参考等も設定されていた。4ドアハードトップという理由で、ディアマンテが輸出できない地域は、シグマが輸出され、その場合は、 前期型でもディアマンテ同様のフロントマスクだった。輸出仕様は3.0リットルにも MT が設定されていた。取扱い販売店はギャラン店。シグマの名称はオーストラリアにおいては1977年にクライスラーオーストラリアの販売網で販売された三菱ギャランラムダベースのクライスラーシグマに橋を発する。その後1982年に ギャランシグマベースの2代目モデルが三菱モーターズオーストラリアによって1987年まで販売されたデアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第34号4ページよりシグマのバッテリーについてありがとうございます。